20XX じゃなくて 200X なんだね。だ結構最近っていうかもう過去じゃんこれ。そんな人の説明聞かなくていい、先生の話を聞かなくていい、僕が先生です、僕の話を聞いてください。はいはいはい、どうでもいいですそんなの。まずチップは様々な種類があります。でこのチップは、おい、うるさいぞ。あいた、あー、あれ初めて負けた。通過3やりたいな。どっちも面白かった気がする。ブラックできるじゃん3。正直ね、ストーリーのつながりはほぼない、ほぼないっす。どれからやってもいいんだよな、ぶっちゃけ。3やるか。3ブラック、俺ブラックやったことない。シャドウスタイルだっけ。やべ、どうやって選ぶんだこのブラックっていうのが。なんだっけな、コロコロコミックだっけ。まあ後から発売したバージョンでブラックだけの、なんだっけ、シャドウスタイルっていうのが使えるんだよね。まあそれ以外の違いは正直わからん。あとなんかボスが増えてんだっけ、ブラックは。普通はこっちなんだよね。一番でも俺全く覚えてないかな。でも3は3と6人気なんだ。へえ、ブラックやろう。確か結構敵強いんだよな3は。3は結構敵強いはず。なんかこれなんか YouTube の違法視聴アニメみたいな感じになってる。どれだこのボタン。そうか、昔のゲームだから画面の比率が違うのか。とはいえだけどね、この 2000X 年なんだ。20XX じゃなくて 200X なんだね。だ結構最近っていうかもう過去じゃんこれ。こんなものはね、まあ、こんなものは僕が説明します。はい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 、こんなものはね、こんな人の説明聞かなくていい、先生の話を聞かなくていい、僕が先生です、僕の話を聞いてください。はいはいはい、どうでもいいですこんなの。まずチップは様々な種類があります。でこのチップは、おい、うるさいぞ。チップは基本的に一定時間に1回、まあ、10秒ぐらいかな、10秒ぐらい経つと戦闘中にチップをドローすることができるんですよ、戦闘中に。でそこから何枚引けるかは、同じ種類のカードは何枚でも引ける。まずね、これキャノンが2枚同時に引ける、キャノンだから同時に引ける。じゃあ別の種類は引けないのかって言ったら、この下に書いてある ABAJP アルファベットの、アルファベットが一緒だったら同時に引くことができます。だからショットガンも、ショットガンだったらこれ A だったらキャノンと一緒に引ける。キャノン A と、ショットガン A は同時に引ける。だから全部これが AAAAA だったら全部違う種類のカードも5枚一気に引ける。だからそうやってカードをドローするように、たくさんドローできるようにコードを集めるのが大事。じゃあ同じコードだけ揃えればいいのかっていうと、そうでもない。でもかっこいい、フラッシュマン。こんなことやんなくても大人の力でしばけるでしょ。そう、優しかった気がする、この世界の人間みんな。ネット君とかマジワンパンでしょ、小学5年生よ。子供に手出ししない紳士だった気がする。目の前に大人がいんのにネットに繋いでネット上でバトルして、ありがとうございました GG だった気がする。あ、出た。傘だ傘。隣のクラスが傘工場に行ったからとか言う、それで傘だ。そんなんだやつ。傘どこだ、隣のクラスか。
そんな舐めんな。傘。あれ、どないのクラスだっけ、傘工場行った。いや、あったはず。どっかにあった。同じクラス。教室少ねえ。これはネットのクラスだな。この BGM ずっとループしてるの不安になるわ。傘があったような、そんな話だったような。あったあった。え、え、あ、これか。あれ、今分からなかったな。俺傘、ビニール傘か黒色の傘しか使わんからさ、傘は黒かビニール傘のイメージしかないんだよ。色がついたものは俺傘じゃないと思ってる。俺の中でフィルターかかってる。序盤はソードがマジで強い。全部 L だから簡単にコードを集めれる。ソードばっか集めたけどいい。序盤は L で、あー、フラッシュマン強っ。あ、懐かしい、この BGM。強いんだよ。まあ、フラッシュマンは多分弱いと思う。こいつら V2 になるとマジで強いんだよな。え、ロールちゃん強っ。大人なめんな。バリア、これ敵の攻撃を1回だけ完全に無効化できる。おい、近づいてこい。あ、いて。おー、大人、おー、大人なめんな、マジで。やべえ。やべえ、大人ゲーム下手だな。ちょ、大人、あ、やばい、大人ダメんだ、マジで。簡単だわ。最初のマスだからね。これ強かったら子供泣いちゃうよ。エリアスチール、もう。エリアスチール10ダメージやった。あシャイニングブラウザクラッシャー。当時意味わかんなかったけど。いや、わかったかな。ブラクラって俺馴染みあったから。ブラクラじゃん。シャイニングブラウザクラッシャー。ブラクラですよ。ブラクラってもう死後でしょ。ガチで死後でしょ。ブラクラって。悲しい。ガッツマンは HP 高っ。ガッツマンはでもね、かわいそうだよね。絶対勝てないのよ。こいつを100回ぐらい倒したからな、俺、子供の時に。弱いんですよ、ガッツマンは。HP 高いけど。もう何度も何度も戦うことになる。もうマジで一番戦うことになるんだけど、苦戦したことは一度もないな。すごい弱いんですよ。これ、食欲が来ない。でもパンチ飛ばしてくるから、割るだけ割っといて、一応回復確保。割るだけ割っといて、食ウェブ来ないようにして、パンチ避けるあれは作っといた方がいい。この一度ヒビが入ったやつは割れるんだけど、割った後にこうやって直す。めんどくせえ、ハラスやめろ。床割りハラスやめろ。相手ちょっとね、杖。あれ、これガッツもこんな強かったっけ。あれか、俺が、多分俺が、あれしてるからだ。ソードで切ろうとしてるから、殴られていてんだ。遠距離攻撃にしよう。こいつ、あれだね、俺、はる、残儀だよ、残儀。近づいたら負けるわ。火力やべえ。バスターってないんだから。閉じ込めよう、このまま。ちょ、このままエリアスチール閉じ込めるわ、落ち着けば。ちなみにエリアスチールは、一定時間経って消えちゃうんだけど、これあれ消えないっけ。あ、やばい、消えないか。ちょっと忘れた。消えるよね。だから一番前を陣取ったら一生相手を一番下げできる。一番前に張り付くっていうあれが必要だけど、張り付かなきゃいけない。これエリアスシール、エリアゼリーを入れて、そうすると相手が一マス下げになるのよ。敵を一マスにして、その一マスの上に入ってはめたことがある。
殴ってくる、殴ってきたらパーンって敵を1マスにして、この一番右のエリア、右の真ん中のエリアにして、上にそのエリアに置いてる限り相手に一生毒ダメージが入るっていうポイズンなんとかっていう置いとくので、自分の真上って破壊できないのよ。もう俺そのままもう一番後ろに下がってずっとただ張っとくみたいな。そうすると時間経過で HP 徐々に減っていくから敵だしみたいな、そういうのを戦ってた。友達にそれやってた。あれ？初めて負けた！初めて負けた！あれ？ちょっと待って、なんか悔しいな。まあいいか。あれ？これ負けれる？負けるんだ！